こんにちは、あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は発展を続けるテンペストの中央都市リムル紹介第2弾をするのよね。第1弾を見ていない方はまずはそっちを見てみてね。それではゆっくりしていってね。魔王リムルに忠誠を誓う魔物たちの国魔国連邦は、誕生以来数年の間にリムル自身の力と住民たちの努力により様々な技術や文化が爆発的な勢いで発展。満を持して開催された開国祭を機に、ジュラの大森林全域から各種族が謁見に訪れ、広大な領土の支配も確実なものになってきている。また西方諸国を中心に人間の国からも国家として認められた結果、交流も盛んになってきており、刺激的な観光地かつ経済文化の新たな中心地へと成長しつつある。首都である中央都市リムルの発展も著しい。現在、人口はおよそ3万人程度まで増加。さらに商人や冒険者、観光客など外部から訪れる者も増加し、常に数万人以上の滞在人口を要している。それらの人々を相手にした経済活動もますます活発化。初期から行われてきた回復薬事業などの順調さもあるが、中でも正式オープンしたダンジョンは、その運営による直接収入と観光資源としての価値により、多大な利益をもたらしている。ダンジョンが作れるラミリスすごいぜ。居住迎賓商工娯楽と大きく4ブロックに分けられた町の形はそのままに開発が進む中、新たにルミナス教会が建立されたり、歌劇場などの文化施設が完成したりといった変化もあった。その中でも一番様変わりしたのは、観光娯楽地区だろう。開国祭の頃は急増されたコロッセオ以外は空き地となっていたが、現在は外区としての体裁が整ってきている。現在でも4キロ四方という大きな町だが、このまま発展していけばいずれ外区の拡張が必要になりそうな勢いである。国民の生活では衣食住が完全保障され、必要に応じて各種の物品や福利厚生を受け取れるという、当初よりの配給制が続いている。ただ最近ではリムルの絵を受け、働きに応じて様々な恩恵を受けられる功労ポイント制度など、貨幣経済へ移行するための実験的制度の導入もされているようだ。テンペストの給与事情を詳しく知りたい方は、こちらの動画魔国の給与体制を見てね。URL は概要欄に記載されています。教育面も学園の設立により、基本的な読み書き計算の教育だけでなく各種専門職の養成も可能となった。どんどん発展していきそうだぜ。また郊外の農地も順調に拡大が進められており、その生産力も増加。作物の品種も多様になってきている。ちなみに封印の洞窟には、ヒポクテ層の栽培とポーション開発をはじめ、様々な技術開発のための研究施設が置かれていたが、迷宮95階総営店。現在は市として特殊状況での戦闘訓練用の修練場などに使用されている。精神と時の部屋だな。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇紹介や〇〇相関図などたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。